チャオ、あっちゃんです。ちょっとね、ダイソーで面白いものが出たんで買ってきました。棚用スマホホルダー、これね、ちょっとね面白くてね、まあ、こういうやつやねんけど、ジャンコード先出した。これね、スマホをね、こう開いて、こうやってスマホをくっつけられるのよ。で、角度的にちょっとこう斜めになってんねんね。これ何かっていうと、棚にね、プスンと差し込んどいたら斜めになって見えねん。要は、キッチンで、あっちゃんズキッチン見ながら料理するときとかって、動画流しながら見るでしょ、作るでしょ。その時に置く時結構邪魔になったりするやん。それを棚の上にね、キッチンの棚にプスンと差しといたら斜めになって見れるというね。どっか棚あるかな、うちはちょっと棚が今ないねんけども、でこれね、 iPhone のでかい方、 iPhone の Pro Max やねんけど、それでも加えんのよ。それぐらい結構大きくてね。で、まあ普通のスマホぐらいだと全然加えられるんで、それに iPhone Pro Max にまだカバーつけて大きくなってんだけど、まだこれでも加えてくれます。はい。で、これをね、棚にまつけると、今、この高いところに棚しかないんだけど、こんな感じ。だから、斜めから見たらね、こう見えるって感じで、ここにあったらいいんか。ここにね、こういう棚にね、つけられるんやけど、こんな感じで斜め下向いてくれるのよ。だからこう見るときに、斜め下がから見れる。だからキッチンのこの上の棚のところに乗せといたらね、だいたいキッチンの上のところに食器棚とかあるやん。ああいうところの棚に乗せとくとね、スマホが見やすくてね、キッチンで物作るときに見れるよっていうやつやねんけど、結構これ重宝するんちゃうかなと思って買ってきました。で、棚用スマホホルダーって言ってね、棚につけると斜め、まあこんな感じでキッチンでね、キッチン作業しながら動画が見れるっていうね、優れものやねんけども、これダイソーで100円で売ってました。京都芸術大学、京都芸大がデザインしたで、やつでね、これちょっとね、京都芸大のデザインっていうの結構ね、最近出てて、このシリーズね、あってね、結構面白いのがいっぱいあんのよ。で、なかなかね、スマホの、この、棚用のスマホがあってね、で、要はね、棚の厚みのところに挿入させます。棚のところに挿して、でこう挿します。でこれ開いて、こんな口開くね。でここに挿し込みます。角度こんな感じで、こうって角度下向けることもできるし、ここで受けることもできるしね。こんな感じで、スマホの角度で、これ段々がついてるから、ここでこれちゃんと噛んでくれんのよ。まあ、こういう使い方ができるっていうね、スマホのホルダー、幅が、横幅が 8.8 センチまでのスマホに対応してますよっていうやつやねんけど、これはね、キッチングッズやねんけどもね、スマホグッズのところに売ってました。はい。まあ、店にもよったら置く場所ちゃうかもわからんけどもね、なかなか重宝すると思うね。だって、ね、スマホ縦に置いたら結構キッチン邪魔になるし、上に置いたらまっすぐやったら見えへんけど、こう斜め向いとったら見やすいしね。で、こうチラチラってこう見る分にはね、上に斜め向いてるこのスマホホルダーはなかなか便利ちゃうんかなと思うんだけどね。またこれ、キッチンで使っていきたいと思います。なっちゃんもね、キッチンでちょっとこう、スマホしたりね、そこで自撮りしたりとかもできるしね。こうやって自撮りしてもええしね。まあそんな感じでね。ダイソーのスマホホルダー、よいしょ、スマホホルダーね、なかなか面白い形してんねんけどね、これを買ってきました。ダイソーの、スマートフォンホルダー、スマホホルダー、棚用スマホホルダー、クリップで取り付け簡単、クリップ式で取り付け簡単、棚用スマホホルダー、
これ結構ね面白く使えるんじゃないのかなと思います。約ね、幅、棚のこの幅が3センチまでいけるよって。設置部分約3センチまでの厚みに対応で、スマホ 8.8 センチ対応、タブレットは使用できません。棚の厚みはね3センチ、結構バツイめの棚まで対応するんやって。ここ広がるんやって、3センチまでね。でこれで受けてくれるんで、で要はね棚にこれを差し込んでこれで挟んどくっていうやつやねんけどね、なかなかねちょっとあのアイディア商品やなと思ってね、これちょっと紹介されとってね、あいいなと思ってそこで見に行って買ってきたんやけどね、これは便利です。でこんだけ開くから 8.8 センチのね横幅までいけるんで、これはね7センチ8センチないかなぐらいね、もうちょっとでかくても大丈夫なんでね、まあまあ、スマホをキッチンでスマホを使いたいなとかね、棚にくっつけたいなとか、くっつけときたいなっていう人はね、こういうのいいんじゃないのかな。でお風呂はね前あのすりこのやつ紹介したと思うんだけどね、あんな感じでね、でまたキッチンで使える。スマホっていうのはねお部屋でいろんなところで使えるんでね、お部屋で使ったりキッチンで使ったりお風呂で使ったりね、その時その時用のこういうホルダーっていうのがねやっぱあの今100均とかで売ってるんでね、すごい便利になってきてね、まあ、こういうのをうまく使うことによってね、スマホをいろんなシーンで使えるで便利に使うことによってね、まあこれのものがあればキッチンであっちゃんずキッチンを見ながら、お風呂であっちゃんねるを見ながらね、いろんなことができるんでね、またスマホホルダー面白いの見つけたら買ってきて紹介したいと思います。でやっぱりねそのとこそのところに応じたスマホホルダーを使うとね、いろんな便利な使い方できるんでね、もちろん下に置くのもええんだけどね、料理するときに料理のところにスマホ置くの嫌やん、絶対上のところにこうやってつっといたらね見やすいし使いやすいし、衛生的にもいいしね。だからまたよかったらダイソーの、京都大学、京都芸術大学のデザイン、京都芸大プロダクトバイ京都芸術大学の棚用スマートフォルダー、よかったら買ってみてください。もう一回、ちゃんこと出しておきます。ということで今日のあっちゃんのスマホホルダーの紹介、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。